財布賞が心配されるポグバ、ギリギリ耐える。ユベントスはポグバの状態を発表。公式ウェブサイトで筋肉の負傷は除外され、右内体の半膜サバス死に軽度の過負荷が確認された、と伝えた。なお、同選手は復帰を見据えるすでにリハビリテーションプロセスを開始したようだ。ポグバ重傷じゃなくてよかった。そうか、ポグバ大事なかったか。よかった。復帰後しばらくは痛みや違和感に過敏になってしまうっていうリバーやキエーザも通った道のあれかな。焦らずコツコツ行きましょう。重傷でなくてよかった。カフカするほど試合出てたっけ。バイトリーダー、月1シフトを目指しましょう。1試合出場したらリハビリで長期休暇ってコスパ悪すぎ。ポグバ好きやから頑張ってほしい。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。